新規エントリーしないんですよ。するわけがないする理由が一個もない。マジでマジでない。めっちゃマシュマロ来たよ。でもなんかもうマシュマロ来る理由もわかんない。絶対今の私しなさそうだろうと思って。もうね、何かこう大きいものに巻き込まれるのはね、もちろんね、なんか有名になったりとかって楽しいんだと思うんだよな。おじさんはもう誹謗中傷の開示請求のお金だけで生きていけるからさ。あとはもうパンティアでエロいボイスを上げて、好きなように好きなことを配信して、おじさんがおじいちゃんになったら老人ホームを作って、そこで遺産を全部搾取して、毎日塩分の高い味噌汁を飲ませて早めに殺すっていう、そういう計画を立てて生きてるの私はもう。